ました。本年新設の受賞タイトル続いての発表です。続きまして、ゲーム賞の発表です。ゲーム賞は、対象期間中に発表されたゲームの中で活躍された声優から選ばせていただきました。それでは、初代ゲーム賞の受賞者をご紹介します。闇の炎の子、汝の名は、バファムート。人気ゲームグランブルーファンタジーでルリア役を担当。透明感あふれる芝居でキャラクターに命を吹き込みました。小学生の途中まで一緒だった三神楽結衣だよ。私立ガンブレ学園へようこそ。ガンプラを題材にしたアクションゲームニューガンダムブレイカーでは三神楽結衣役を担当。優しく正義感の強い主人公を丁寧に演じました。戦場のバルキリア4のレイリー・ミラー、プリンセスコネクトリダイブの日和、艦隊コレクションカンコレなど多数のゲームに出演されている遠山奈央さんです。遠山奈央さんです。どうぞ舞台までお越しください。おめでとうございます。おめでとうございます。プレゼンターは株式会社サイバーエージェントゼネラルプロデューサー田中博之さんです。お願いいたします。それではトロフィーの授与でございます。はい、おめでとうございます。遠山奈央さん、おめでとうございます。本年新設の受賞タイトル、ゲーム賞の初代受賞者となりました。今のお気持ちを一言お願いいたします。はい。改めまして、遠山奈央です。今年度から新設されたゲーム賞ということで、今、ゲームに音声がつくということが、より一般化されて広がりを見せていて、さらに声優にとっても、ゲームの収録のお仕事というのが大切なお仕事の一部になっているということを改めて実感しております。今ゲーム収録をさせていただくときにいつも大切にしている言葉がありまして、それは、とあるゲーム開発スタッフの方のお言葉なんですが、自分は寝る間も惜しんでゲーム制作をしていますが、人生に残せるタイトルの数には限りがあるんです。だからこの作品はとてもとても大切なものなんですっていうお話があって、この言葉はデビューしたばかりの時に伺ったものなんですけれども、この人の大切な人生の大切なシーンに今私は関わらせていただいているんだということをすごく胸に刻みましたし、またそれを楽しみに待っていてくださっているゲームユーザーの方にも、よりこのゲームを毎日の日々を明るくするようなものになっていったらいいなという思いで声を届けさせていただいております。これからも一つ一つのお仕事を大切に頑張っていきたいと思っております。この度はゲーム賞ありがとうございました。遠山奈央でした。ゲーム賞を受賞されました遠山奈央さんにご登壇いただきました。皆様盛大に拍手をお送りください。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、ありがとうございました。ゲーム賞をご紹介させていただきます。みぞれ、私みぞれのソロを完璧に支えるから。リズと青い鳥では笠木のぞみ役を担当。空気感まで伝える繊細で丁寧な表現で高い演技力を発揮しました。貸し切り状態、シーズンオフ最高。ゆるキャンでは島凛役を担当。本来は発音できないネットスラングを見事に読み上げ話題になるなど、クールながらも遊び心のある芝居でのびのびと演じました。ビートレスのレイシア、デビルズラインの店長ナナコ、中心機パンドーラのクロエ・ラウなどを演じた遠山奈央さんです。芹沢優さん、そして遠山奈央さんです。どうぞ舞台までお越しください。おめでとうございます。おめでとうございます。プレゼンターは株式会社角川代表取締役専務井上慎一郎さんです。お願いいたします。
それではトロフィーの授与でございます。芹沢優さんです。おめでとうございます。そして遠山奈緒さんです。はい、おめでとうございます。芹沢優さん、遠山奈緒さん、おめでとうございます。続きまして、本年新設のゲーム賞とのダブル受賞となりました、遠山さん、お願いいたします。はい、改めまして遠山奈緒です。助演女優賞いただきまして本当にありがとうございます。昨年は本当に多くの作品との出会いに恵まれまして、たくさんの感動をキャラクターと共に、過ごさせていただきました。この賞をいただいたということは、その作品やキャラクターが多くの方に 共感していただけたということの証だと思いますが、私自身も本当に多く心を揺さぶられた、大きく心を揺さぶられた一年になりました。今ここにいらっしゃる方々、そして、今もしこの配信をご覧になっていらっしゃる現場スタッフの皆様、そしていつも作品を楽しみに待っていてくださる、そして一緒に楽しんでくださる皆様に感謝を伝えるきっかけをいただけたと思っております。まだまだ自分の至らなさに悔しさを感じる日々でもございますが、夢や憧れを忘れずに、皆さんに信頼していただける役者になれるようにこれからも精進してまいりたいと思います。これからもどうぞご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。助演女優賞を受賞されました芹沢優さん、遠山奈緒さんにご登壇いただきました。皆様今一度盛大な拍手をお送りください。おめでとうございます。助演女優賞をご紹介させていただきました。